本気ゲームズレディーゴー。こんにちは、こんばんは、トンキです。5月のゴールデンウィーク、家族で北海道美瑛町にある青い池を見に行きました。青い池に向かう途中、偶然中富良野にあるファーム富田にたどり着きました。ファーム富田はラベンダーが有名ですが、その時はまだラベンダーが咲いておらず、トンキはまたラベンダーが咲いたら見に行きたいなぁと思いました。それから2ヶ月、暖かい季節になってきたので、またファーム富田にやってきました。それがこちらです。ラベンダーが満開ですね。園内には他にもラベンダーの苗やドライフラワー、ラベンダーのアイスやメロンパンなど、いろいろなものが販売されています。途中、ファーム富田のマスコットキャラクターラベさんとも記念写真を撮りました。皆さんもよかったら夏休みファーム富田に行ってみてはどうでしょうか。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。